皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日も人工知能、AI について考えていきたいと思います。車を作ってます、ホンダがですね、新しい人工知能の AI の考え方ということで、今回打ち出したのがですね、子供のように好奇心を持てるような人工知能を考えているということを発表したんですけど、個人的にはですね、 うんこういうのってどうなのかなというふうに思います。例えば、先日もポッドキャストの方でお話し,しましたが、その、まあ、赤ちゃんと同じように言語を学べるようなね、AI を考えたっていうのことも前もニュースに出てるんですけど、どうもなんか人間と同じような人工、人間がその脳を作っていく、脳を育成していくと同じような形で人工知能もですね、作っていこうというふうに考えて、同じような過程を やろうとしてると思うんですけど、なんかね、僕それ違うんじゃないかなと思うんですよね。で、なぜかっていうと、その好奇心を、その、煽ってですね、その人工知能を作っていくっていうのは確かに人間みたいな感じに近づくかもしれないんだけど、必ずめちゃくちゃ失敗するんですよね。 例えば、好奇心で何かこう触ってみたら、やけどをするとかですね、怪我をするみたいなことを、え子供は繰り返して、えそして、それで学んでいって、大人になっていくわけなんですが、もちろん、好奇心で何かやって怒られたりすることもあると思うんですけど、まあ、こういうことっていうのを人工知能をやり始めたら、それって人間と一緒じゃんっていうか、人間と同じぐらい手間がかかるというか、迷惑じゃんっていう話に <laughs> なるような気がするんですね。で、そういうことじゃない、 その、賢いから人工知能であるんであって、なんかその人間と同じようなことをさせるように、えあの、なんか作っていくってことが正しいことなんではないと思うんですけどね。なんか、その、もうちょっとそこを考えていった方がいいのかなっていう気がいたします。まあ確かにね、その、同じようなことをするためにどうしたらいいかって考えるのはいいんだけど、でもそれで、 あの、同じものをするんだったら作らなくていいわけで、それよりはなんかもっとね、あの子供が生まれるような、もっと、えー、人間が多くなるような、その人口が増えるような施策を考えるべきで、まあ、国もその辺にお金を投資すべきで、なんか同じようなものをロボットが作るんだったら、人間を増やした方が僕はいいと思うんですけどね。まあ、あの、少なくとも現時点でロボットよりも人間の方が、 どっちがお金かかるかっていう話なんだけど、まだ人間の方が安いんじゃないんでしょうかね。なんかちょっとそういうふうにね思って、なんかその人間と同じものを作ろうとするっていう思考は違うんじゃないかなって個人的には思います。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。